皆さんこんにちは。さあ始まりました KCN 情報発信スタジオ K スタ。この番組は生駒市にある KCN スタジオを情報発信基地として奈良県のさまざまな話題をお伝えする番組です。番組進行は私永井康之と近藤彩香です。さて近藤さん、はい、この3連休はいかがお過ごしでしたか？そうですね、この秋のシーズンは、うん、オクトーバーフェストの時期で、たくさんビールを飲んできました。仕事ででしょ？お仕事でそうなんですけども、まあ、プライベートも仕事もねよく飲んでらっしゃるからね、はい、とってもいい3連休を過ごさせていただきました。そうですか。私はですね、はい、もう日夜奈良マラソンに向けて走ってます。気まずいな、なんか頑張ってるよ私は。いい感じですか？ただね太もも痛めてね、あらちょっと最近あんま走れてないんで。休むことも大切ですから。ちなみにあの番組中もしかしたら座ってるかもしれませんけど。うそやん頼みますよ。はい、わかりました。はい、さてですね、ピックアップザナラのコーナーはケースのベッキーこと市川さんが中継に出てくれております、はい、早速呼んでみましょうか。市川さん。はい、リポーターの市川真由です。私は奈良市柴辻町にある芸術複合施設をこの後詳しくご紹介したいと思います。はい、ちなみになんか後ろの風景はね、うん、普通の家がたくさんあるって感じなんですけど、うん、住宅街ですよね。どうですか？ただの住宅地です。そうなんですね。普通に住宅地の中にあります。あー、そう、これ楽しみやね。楽しみにしていてください。はい、ぜひ頑張ってください。お願いします。さあ、そして今回も生駒市の園芸店グリーンプラザ山町さんのご提供でスタジオに鉢植えを飾っていただいております。この鉢植えは後ほどご覧の皆さんへのプレゼントとしてご案内しますが、その詳しい育て方を聞いていますのでこちらをご覧ください。今週のお花は秋名菊桃色ブーケです。菊という名前ですがアネモネの仲間です。桃色ブーケは従来の品種よりもコンパクトで、一株でブーケのようにいっぱい花を咲かせます。置き場所は直射日光を避けた日当たりの良い場所を好みます。水やりは重要です。土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えてください。肥料は花が咲き終わったら月1回程度固形肥料を与えてください。秋名菊という名前なんですけど菊ではないんですね、うん、アネモネの一種だそうでね、うん、この花、ね、ピンク色のところも花びらじゃなくて萼だそうですよ。まあ、ちなみにね、今回あの土井さんは2回目の登場ということでこれからもよろしくお願いします、ね、お願いします。さあ、グリーンプラザ山町さんではたくさんのお花や観葉植物、お野菜の苗まで扱っておられます。園芸にご興味のある方はぜひお店にもお越しください。さあ、それではトピックスのコーナー参りましょうか。今朝では撮影クルーが奈良県各地を飛び回りまして地域の話題をくまなく紹介します。あなたの身近な人登場するかもしれませんよ。顔の向き方最高です。ありがとう。さあ、まず最初のトピックス参りましょう、はい、9月21日22日の2日間、北葛城郡広陵町で広陵かぐや姫祭りが開催されました。21日の様子を取材しましたのでご覧ください。会場に響き渡る力強い太鼓の音、今年で25回目の開催となった広陵かぐや姫祭り。まずステージでは靴下の町広陵町商工会が主催する第6回靴下デザインコンテストの授賞式が行われました。広陵町にちなんだデザインから時事ネタまで全国から2264件の応募がありました。受賞作品はとても素晴らしいものばかり。その受賞作品を履いて地元の紀陽大学の学生によるファッションショーも行われました。日も暮れて辺りが暗くなるとステージには子どもたちがかぐや姫と貴公子に扮したかぐや姫行列が始まります。広陵町のイメージキャラクターかぐやちゃんと子どもたちが会場を練り歩きます。かわいいですね。みんな似合ってますね。うん、寒月のとぼし火会場では
みんなで点火したろうそくが浮かび上がります。25周年ということで、今年は奈良芸術短期大学の学生がデザインしました。地元みんなで祭りを盛り上げています。そしてオープニングセレモニーでも披露された広陵町の伝統芸能、広陵金銘太鼓。女性メンバーも多いですよね、はあ、とても力強い音です。いや、かっこいいですね皆さんね、うん、こちらも祭りと同じく今年で結成25周年だそうです。圧巻の演舞で会場は大いに盛り上がりました。そしてこの日のフィナーレ、打ち上げ花火です。地元の企業などの協賛によりおよそ300発の花火が打ち上がりました。子どもも大人も大興奮です。あの夏の、ね、花火もいいですけど、この時期の花火はね、あの涼しく見れて見やすいですよ ね、 よね。あ、綺麗。秋の夜空に大輪の花を咲かせました。この25周年を迎えたという、ね、こちらなんですけれども、まあ、心配されていた台風の影響も、ね、ほぼなく2日間無事に終了したということです。さあ、そして広陵金銘太鼓、力強い音でしたよね、うん、こちら現在メンバー募集中ということですので、ご興味のある方はぜひ検索してみてください。いや、多くの方で賑わってましたね、うん、子どもたちも可愛かった、はい。さて、続いては秋の交通安全運動実施に伴い行われたイベントの模様です。9月22日、俳優で奈良市特別観光大使の加藤雅也さんが奈良警察署の一日警察署長を務めました。最初に奈良警察署長から委嘱状が手渡され、一日警察署長となった加藤さんが交通安全宣言を行いました。その後パトカーに乗り込みパトロールに出発。奈良交通平常営業所では加藤さんが奈良交通株式会社に横断歩行者保護宣言事業所の証を交付しました。また営業所内で横断歩道講習が行われ、キッズポリスに扮した子どもたちは加藤さんに横断歩道の渡り方を教わりました。かわいいですね、いい手の上げ方ですね、ありがとうございます。その後講習に参加した子どもたちは奈良交通に昨年導入された連接バスの試乗体験をしました。このバスは全長18メートルのバスで、京都府精華町学研都市エリアで運行しています。続いて向かった近鉄奈良駅では、加藤さんの母校奈良高校のギターマンドリン部とダンス部の皆さんが駆けつけ、一緒に交通安全啓発活動を行いました。最後にナポ君、ナピちゃんと一緒に交通安全啓発品を配布。多くの方が集まり笑顔で受け取っていました。今日は交通安全運動ということで、奈良市出身の加藤雅也さんに広報啓発活動を実施いただきました。皆さんもより良い奈良にするために交通事故防止にご協力いただけたらというふうに思っております。今日も横断歩道を渡るというあれはしてますけど、自分の娘にはできるだけ車 の、 あの交差点で待つときは後ろに下がってなさいとかさせてます。もうしかないんですよ。市民からここ危ないんちゃうのっていうのを全部が全部やってたら大変なことになりますけど、そういうのをなんか奈良が始めていくと面白いかもしれませんね。加藤さんもおっしゃってたんですけれども、はい、まずはですね、大人も子どもも交通安全の意識を高めていく、これが大切だというふうに言ってましたね。ちなみにですね、加藤さんなんですけれども、はい、人生初の一日警察署長ということで、
意外ですね。あのいつもねドラマでは刑事役多いんで、うん、ちょっと出世したなって感じですけど社長に、ちなみにですねこの、秋の交通安全運動は30日までということで、この機会により一層交通安全の意識を高めてください。さあ続いては現在開催中の展覧会の模様です。奈良市の大和文化館では今、木の力、東洋美術における樹木の表現が開催されています。東洋美術において昔から樹木のモチーフは重要な役割を担ってきました。緑葉、紅葉、落葉した古木、そして若木や老木などは絵画の季節を表すとともに樹齢によって姿を変えていくことから人間の生き様にも例えられることがあります。今回その多種多様な表現方法を楽しんでもらおうと開催されました。会場には日本、中国、朝鮮半島などそれぞれで描かれた多彩な樹木を表現した作品37点が展示されています。こちらの作品は国の重要文化財に指定されている山水図屏風。2枚の大きな屏風に水墨のにじみをうまく使い山水の風景が描かれています。さらに濃淡で霞がかったような表現方法も特徴です。富岡鉄斎の古木図屏風は金のきらめく屏風に老木と石などが描かれています。信念を曲げない高潔な人格が表現されていて見る人に神秘さと力強いエネルギーを感じさせます。またこれらの表現方法やイメージは日本だけでなく国境を越えて中国をはじめ東アジアに広く浸透し各国の気候や文化のもと発展を遂げていったということです。まず一つ一つの作品で画家がどんな工夫をして樹木を描いたかということと、またそれぞれの樹木にどんな思い願いを託して描いたかということを何百年という時間をかけて、いろんな人間が木と向き合ってきて考えたことを感じていただけたら幸いです。樹木を通した多彩な東アジア美術を一堂に見ることのできる展覧会、木の力、東洋美術における樹木の表現は9月29日まで開かれています。いや樹木のなんていうか力強さっていうのが伝わってきますね、この墨の薄い濃いでもあんなに変わるんですね、そしてこの大和文化館なんですけれども、展示室からね大きな窓があって、はい、見えるのが庭とか池ということで、この文化館自体がですねもう芸術作品っていう感じなんで、ぜひお出かけください。お願いいたします。以上トピックスのコーナーでした。 KCA の情報発信スタジオ K スタ、まだまだ続きます。奈良一研究所、番組では奈良が一番または奈良で一番といったあらゆるものを奈良一として取り上げます。毎回私研究員が奈良一の凄さや魅力、褒められた思いなどを県内を駆け回って調査、スタジオで所長に報告します。どんな奈良一が登場するのか皆さんぜひご覧ください。さあ続いては奈良の気になるスポット、人物こと、奈良県出身リポーターならではの目線で紹介します。ピックアップザ奈良のコーナーです。はい、今回は奈良市芝辻町にある子供も楽しめる芸術複合施設を市川さんが中継で紹介してくれます。じゃあ早速呼んでみましょうか。市川さん、本なら行こうか。はい、私は奈良市芝辻町、駅で言いますと近鉄新大宮駅から徒歩5分ぐらいのところにあります住宅地に来ております、その場所にあるのがこちらマルルームというギャラリーなんですね。ギャラリーですか、オープニングでも本当にそこ何なんみたいな、住宅地やんって言っていただいてたんですけど、こちらはもう本当にお家なんですよね。そうですよね、立派な木が植えられております、お家です、
一体どんなギャラリーなのか早速行ってみましょう、はい、気になります ね、さあ普通の玄関やね、これも入りましてお邪魔いたします、ね、こんにちは、こんにちは、市川さん、ママ友ですか、よろしくお願いします、ママ友です、ね、今日は、子供ちゃんも一緒にね中継ご案内していただこうと思いますので、よろしくお願いしますでは早速お邪魔させていただいて、はい、よろしいでしょうか、はい、どうぞお願いします、はい、失礼いたします、はい、ね、玄関で靴を脱いでもう本当に、はい、あのママ友のお家に遊びに来ているような気持ちで入らせていただいておりますけれども、ね、中もお得ですね、大きそうですね、本当広い、ありがとうございます、大きいお家、ね、和室が広くてお子さんのおもちゃもいっぱい置いてありますけれども、うん、はい、今日はこちらマルルームの飯村さんにご紹介をしていただきたいと思います、どうぞよろしくお願いします、よろしくお願いします、飯村さん、まずギャラリーと思って来たんですけれども、はい、お家ですね、あの実際実は住んでるところをこういうギャラリーにして住み開きという形でご自宅、はい、やってます、そうですね、はい、こちらは一体どういった施設になるんでしょうか、はい、もともと私の大叔母が住んでた家だったんですけれども、うん、数年前に空き家、半分空き家状態になっていて、うん、ここに私があの住み始めたのをきっかけに、まあ、こういう広いスペースが余ってたので何か活用できないかな、地域に、まあ、貢献できないかなと思ってたのが一つと、はい、で大叔母もすごく面倒見れが良くて、お子さんを招いてたりとかしてて、そういう場所したいっていうのと、あともともと私奈良町屋の芸者花ラートという、花ラート、はい、去年ね、はい、来ていただいた、こちらの番組でも取材を行かせていただきました、その事務局をしていて、こういう、まあ、空き家とか町屋をでアートを展示して活用するっていうことをもともとしてたので、うん、まあ、そういうアートを広めれるようなことをしたいなと思ってたのが2つと、はい、あとやっぱ私にこの子が生まれたっていうのがあって、か何かそういうお母さんの居場所だったりとか、うん、子どもたちでも芸術をあの楽しめる場所があんまりやっぱり行きづらいっていうのがすごく聞いてたの で私も何かご経験、そう、私も今2歳の娘がいるんですけれども、うん、やっぱりあの美術館とか博物館に子供を連れて行くと、最初はねいいんですよ、寝てるから行けると思ってこう抱っこして行ってるうちにこんな感じ、こんな感じ、ちょっとうにゃうにゃってなってきちゃうんですよ、じゃ周りは静かなところでね子供の声って響くんですよ、そうなんですよ、そう、でも慌てて足早に立ち去ったっていうことがねありました、多分これやね、これこれこれね、落ちてしまったんやな、はい、どうぞ、まあ、こういうお母さんや子供でもアートに触れてほしいなっていうのがあって違ったみたい違ったね、あのこの場所を作りました、うん、はい、本当に子育てママにはとっても温かい場所になりますね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、今、今日は、はい、ギャラリーはお休みの日、今日あの来ていただけるということで開けました、ありがとうございます、実際の展示はこの後ですね、はいはい、週末からの展示ということなんですが、今日はすでに飾ってあるものがあるので見せていただきましょう、はい、奥にどうぞ、どんなんだろう、はい、さあさあ、どれが、ね、なんかもう本当にね、あのお家にある、普通に家に置かれてるもんみたいな感じに見えますか、オブジェというような感じなんですが、どちらが作品でしょうか、はい、この手織り の, あの布の作品が今回展示している、はい、福岡幸子さんという方の個展をやってるんですが、その方の編まれた作品になります、はい、すごい、なんかあのこう毛糸がふわふわふわっと出ていてね、うん、そうなんです、すごく不思議な、はい、あの福岡さんはタンポポネイアートセンター花という障害のある方が個性を生かしてアート活動をされている施設で、ずっとこの沙織織だったりとかいろんな活動をされている方で、まあ、そういう障害のある方でも芸術っていうのを通じて出会うことでちょっと違った視点でこう触れることができたらいいなと思って、はい、今回企画させていただきました、そうなんですね、はい、であの今回の展示をあのアートディレクター、はい、吉永さんにも来ていただいているので、はい、詳しい説明は吉永さんにバトンタッチします、じゃあお願いします、はい、吉永さんお願いいたします、はい、こんにちは、吉永です、よろしくお願いします、吉永さん、この福岡さんの作品をこう、はい、まあ、今見せていただいているんですけれども、はい、改めて福岡さん、どんな方でどういった特徴があるのか教えてください、はい、福岡さんはですね、あの20年ぐらいあのタンポポの家で活動をされて、あのこのように織りの作品を作ったりとかいろんな活動をあのされて、結構あの
まあ、人柄もすごい温かい方で、いろんな方に元気かと声をかけたりとか、いろんな方とコミュニケーションを取りながら作品を作られておられます。やっぱり特徴はこのいろんなこうなんていうんですかね、真っ平らの織ではなくてポワポワポワって出ている糸の部分とかになるんですか？そうですね、普通ですね、手織りのこちらのショール、本当はショールなんですけれども、真っ平らなものに なるんですが、福岡さんが織るとこのようにモコモコになっていく、このように誰をやって織ってるのか僕もちょっとわからないんですが、それがとても福岡さんらしい個性のある作品かなと思います。実はね、こちらの展示手に取ってもう大丈夫ということなので、ちょっと私触らせていただこうと思います。触っていいんだ。すごくねボリューミー、ずっしりしていて、でこれ巻いてあるとね分かりにくいかもしれないですけれども、はい、すごく長いんです。おお、こんな長くね作られていて、これで半分に折られているのでね、こういうものもね手に取ってみないと分からないと思うので、ぜひ皆さんも取ってね触っていただければいいんじゃないかなと思います。これどうやって織ってるのか気になりません？なる、はい、吉永さん、私どういうもので織るのか見てみたいです。はい、ではですね、じゃあ福岡さんが実際に作ってる織り機がありますので、うん、はい、そうなんですか、はい、ぜひぜひご覧ください。はい、織り機があるんですって見せていただきましょう。あ、違う部屋に行くんだ。廊下を進んでいきまして、こちらのお部屋見てください、これが実際に福岡さんが使われている織り機。そうですね、はい、こちらですね、福岡さんが実際にタンポポの絵で使われている織り機ですね。で、今見ていられて分かるように、今も実際に制作中でして、はい、このような形で制作されています。はい、で皆さんね、ちょっと永井さん、近藤さん、音って聞こえますかね？音ですか？ちょっと人の話し声だったりとか、少しね、カタンケージの音とかがね、実はこちらの、聞こえますかね、うん、こちらのお部屋にね、ちょっと音源を流されていて、本当に実際おってらっしゃるこう姿が想像できるというか、うん、なんかまさしく追ってはるんやなっていうのをね、感じさせるお部屋になっております。制作してる時の声ってこと？そうです、そうです、実際に制作をされている時の音を録音してこちらで流していらっしゃるということなんですよ。はい、実際折るとこも見れるんですか？皆さんとちょっとコミュニケーションを取りながらね。あ、そうですね、はい、こちらの音がですね、その手織り部屋で咲いている、作っている時の他の方も手織りを織られていて、その時に皆さんの声であったりとか入っています。はい、実際にね折ってらっしゃるのは、先週が生でやってくれはるっていう機会があったみたいなんですけれども、今週はちょっと予定がないということなので、そうですか、音だけお楽しみいただきます。はい、さあ、そして奥の方にはまた別の作品をたくさん展示されています。この展示方法なかなか斬新だなと思ったんですけど、吉永さんすごいですね。はい、こちらですね、他のスタッフともいろいろ話してですね、福岡さんの作品一つ一つが森のようにモコモコしていると、ではじゃあそれを全体的に見せることができたら、あとはですね、この建物自体がとても綺麗な家ですので、天井も高くて、それを利用して何かいいコラボレーションというか、そういうことができたらいいかなと思っていました。ね、実際にねこのサイズ感で見れるとね、いろんな触ってみたりとか刺激も受けられると思いますので、ぜひ皆さんも手に触れて楽しみいただければと思います。はい、吉永さん、ご紹介いただいてありがとうございました。ありがとうございました。さあ、飯村さん、改めてこちらにお越しいただいてもいいですか？はい、ご機嫌治ってるかな？よかった、大丈夫かな？よかった。さあ、飯村さんも本当にね素晴らしい展示がなされているんですけれども、この展示改めて期間と、はいはい、教えていただいてもいいですか？はい、今週木曜日26日から29日の4日間、開催しています。日曜日には親子食堂といって、子どもは無料で食べれる美味しいご飯も提供していますので、ぜひ親子でお越しいただければなと思います。はいはい、でこの展示以外にも今後の個展の予定とかはどうやって知ればいいですかね？はいはい、このマルルームのブログだったりとか、あとインスタグラム のアカウントがあるので、そちらでチェックしていただければと思います。はい、ありがとうございます。飯村さん、吉永さん、今日は本当にありがとうございました。ちなみに飯村さん、ぜひ皆さん26日から、ね、始まります。はい、飯村さん、聞こえます？はい、はい、聞こえてます。マルルームという名前なんですけど、由来は何なんですか？
はい、ここ のスペースを運営しているのが一般社団法人花丸という団体なんですけど、その丸から取っているというのもあるんですが、芸術、そういうアートを中心にいろんな人がここで交流して欲しいなという思いで、はい、丸っていうのをつけて丸ルームにしました。わかりました。ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お越しください。ありがとうございます。でもね、この芸術の秋ぴったりですよね。そうですね、触れるって素敵ですよね。もう家やからね、なんか落ち着けるよね、うん、見ながらね。そうですよね、面白い。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、次回は10月1日より消費税が増税されるということで、奈良税務署の方をゲストにお呼びしていろいろお話を伺いたいと思います。以上、ピックアップザ奈良のコーナーでした。さて、続いては皆さんから写真やメッセージをお寄せいただきご紹介するコーナー、その名もみんなのネキニュースです。ネキとは方言ですぐそばという意味ですけれども、皆さんのネキにあるお写真テレビでご紹介できますので、どしどしお寄せください。今回のベストショットはこちら、京都府宇治市のペンネームももりんこさんからいただきました。ももりんこさん飛鳥村の石舞台古墳へ行ってきました。昔の人の偉大さをこんなに近くで感じられる奈良の素晴らしさに感動と感謝でいっぱいです。そして現地のガイドボランティアさんの説明が分かりやすく楽しく、本当に行ってよかったですといただいてます。ありがたいですね。そういうね、綺麗なお写真ですね。本当でもね、この石ね、よく誰が持ってきてんっていうねぐらい迫力ありますよね。写真どうもありがとう。ございます。じゃあメッセージいきましょうか。はい、続いては奈良市のペンネーム高三角さん、高山さんからいただきました。ありがとうございます。三角さん、三角さん、はい、どうぞ。いつも楽しく拝見しています。すぐ役立つ情報、すぐに行きたくなるスポットの紹介など、生活に密着していて とても楽しみにしています。奈良クラブは以前から観戦したいと考えていましたが、少し敷居が高くてまだ行けていません。チケットが当たったら家族で観戦に行きたいと思います。なるほど。じゃあ、発表は後ほどなんでね、はい、ただですね、高三角さん、はい、ということですどうかな、はい、さあ、どんな写真でも OK ですので、皆さんのベストショットどしどしお寄せください。私たちへのメッセージもお待ちしています。ベストショットを紹介させていただいた方には、ケースタ特製2ポケットウォレット、メッセージを紹介させていただいた方にはケースタロゴ入りボールペンをプレゼントします。以上、みんなのネキニュースでした。続いてはプレゼントのコーナーです。今回はグリーンプラザ山町提供、スタジオを飾っていただいた鉢植えを1名様に、大和文化館提供、10月5日から開催される特別展聖域の美中世寺社境内の風景の無料ご招待券をペア5組10名様にプレゼントいたします。ご応募はケースタのホームページのプレゼント応募フォームからお願いします。またプレゼントの応募はハガキやファックス、E メールでも受け付けています。ご希望のプレゼント、ご住所、名前、ご連絡先と番組へのご意見ご感想をご記入の上、皆さんぜひご応募ください。そして先週の当選者はご覧の皆さんです。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。さあ、ケースタでは皆さんから情報をお待ちしております。地域のお祭りやイベント情報、地域で人気のあの人あの店、ネキニュース宛ての写真、私たちのメッセージなどなど、電話、ファックス、イメール、何でも OK です。皆さんからの情報をお待ちしております。さあ、そしてここで KCN からのお知らせです。10月14日お昼12時45分からJFL 第23節奈良クラブ対ラインメール青森の試合を KCN スポーツ&カルチャー地デジ12チャンネルで独占生中継いたします。生中継です、ね、もうこれね、はい、両者ね、力は拮抗してますけれども、これはね、もう楽しみな盛り上がる試合になると思いますよ。はい、ちなみにですね、アウェー戦では奈良クラブ勝ってますから、これ勝ち見れると思います。ぜひ頑張ってほしい。ぜひご覧ください。お願いします。よろしくお願いします。さてですね、それでは早速というか、もう一度ね、市川さん呼んでみましょうか。はい、市川さん、はい、もう一部屋ね、マルルームさんお部屋がありましたので、そちらの部屋にやってまいりました。はい、こちらはね、福岡幸子さんが作業中に見ている風景というのが紹介されています。福岡幸子さんの展示は26日からです。ぜひ皆さんお越しください。お待ちしてます。はい、いや、このマルルーム面白そうですよね。すごいね、楽しそう。はい、そして子供も可愛かったですね。可愛かった。ぜひお子さんも一緒に、ね、行っていただきたいですね。はい、よろしくお願いします。さあ、そんなこんなでお別れなんですけれども、はい、いつものようにお別れはこのポーズです。ご覧いただいている皆さんもご一緒に、それからよかったらね、市川さんたちもご一緒に行きます。お願いします。 KCN 情報発信スタジオ、ケースター、また次回、さようなら。さようなら。